グレートはナンバーノン・インクが開発したビデオゲーム。2008年8月に Xbox 360用にリリースされ、その後 Windows OS 1 0 PlayStation 3、Linux 用がリリースされた。本作は時間を操る能力を持つ主人公をプレイヤーが操作して進む 2D の横スクロール型プラットフォームアクションパズルゲームである。敵に接触すると ミスとなる一般的なアクションゲームとは異なり、敵に接触しても接触前の時間に戻すことにより、ミスをなかったことにできるため、本作にはゲームオーバーの概念が存在しない。基本操作は移動、ジャンプ、タイムコントロールの3種類のみ。各ワールドに12個ずつパズルのピースが散らばっており、プレイヤーは主人公を操作して、各ワールドに仕掛けられた謎を解きながら、 パズルのピースを集めていく。プレイヤーキャラクターがお姫様を救おうとすること、左から右へ進むこと、敵を踏みつけることができること、各ワールドの最終地点が白であり、Our Princess is in another castle という、全く同じセリフが現れることなど、本作には、スーパーマリオブラザーズとの共通性がある。また、ドンキーコングと同じゲームデザインの場面がある。 時間を操る能力を持つスーツ姿の男、ティムが、恐ろしい悪のモンスターにさらわれたお姫様を救出するために旅に出る。本作を映画、メメントのように時間と物語展開をまさぐることで、受け手に再高を促す、ジャンル買いたいものであるとする見解がある。さらには、本作をスーパーマリオブラザーズを原点として、再生産を繰り返している。 現代のビデオゲームとゲーム産業を批判し、脱構築を図ったものであるとする見解がある。映画、エターナルサンシャインとの共通性を指摘する表もある。インディーゲームである本作は、制作開始から、Xbox Live アーケードでの配信が始まるまでに、およそ3年を要した。本作の開発者である、ジョナサン・ブローは、本作の開発に20万ドルかかったことを、明かしているが、 その費用のほとんどはメインアーティストのデビット・ヘルマンの賃金と開発中の生活費であるというジョナサン・ブローは2008年大部分においてマイクロソフトとの仕事は素晴らしかったとしながらもエクスブロにおける認証プロセスについてユーザーが気にかけない事柄にエネルギーを費やすことになるのでゲームの品質を損なうものだと思うと述べたまた2013年には自作の ザ・ウィットネスがまずプレイステーション4で発売される予定であることについて過去マイクロソフトとのビジネス上の関係が悪くマイクロソフトと再契約を行うのは恐怖心があったがソニーに対しては恐怖心がなかったと語った2006年のインディペンデントゲームズフェスティバルで本作はイノベーション・イン・ゲーム・デザインを受賞第12回アカデミー・オブ・インタラクティブ・アーツサイエンシズでは カジュアルゲームオブザイヤーを受賞。ゲームメディアでは、XBOX360 版に対し、ユーロゲーマーが10、10、イグンが8.8、10、ゲームスポットが9.5、10、エッジが9、10という評価を行った。2009年にジョナサン・ブローが語ったところによれば、本作は2008年の X ブロの売り上げにいいであった。本作による儲けは、とても大きく、 本作を楽しんでくれるコアな人々がいるとは思っていたがこんなに長く売り上げ実決にあるとは思っていなかったという本作で一役名を挙げたジョナサン・ブローは2009年のディベロップコンファレンスにおいてゲーム開発者にとっての開発業界のヒーローを投票の10位に入った2012年の映画インディーゲームザ・ムービーでは発売済みのインディーゲームの開発者として本作に絡めて ジョナサンブローが取り上げられた。ありがとうございます。